皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナラ TV より、世界へ、宇宙へ、あなたの目の前のパソコンまで、 iPhone まで、ガラケーは見れないよ。たまにねこのネタ出しますけど、24時間常時放送でお届けをしておりますね。なんか先週のオンエアがまあ賑やかだったということで、千夏の部屋から沙織の部屋になってんじゃないかっていうねこれはもうアーカイブ見ていただきたいというふうに思います。じゃなくてね、なんでかっていうと、千夏さんがゲストみたいに喋ってたっていう回になっちゃって申し訳ないね、沙織ファンの皆さん、あのブッブーすいませんでした、失礼いたしましたということで、またね、また機会を見てね、あの出ていただこうと思っておりますので、よろしくお願いします。まあ、その中でねお話もありましたけど、やっぱり内面から美しくなるっていうことがちょっとキーワードに、ね、なってきてたと思うんですけども、本当にその通りだなっていうふうにすごい考えております、私も。やっぱりあの見かけ、この人間っていう着ぐるみっていう、またねおかしなこと言っておりますけど、着ぐるみっていうのは人それぞれなんですよね。みんなモデルさんみたいになりたいだろうし、かといってはなれないし、やっぱりこれは DNA っていうのが入ってるからっていう形になるんだけれども、そうじゃなく、やっぱり心が愛で満たされてる方って本当にキラキラしてると思うんですね。それはお化粧をきれいにしてるとかしてないとか、そういうことではなくって、心が愛で満たされて太陽のようにキラキラのオーラを放っている、そういう方の近くにいるだけでなんか元気に本当になるんですよね。こんにちはって挨拶交わすだけでも、なんかそのこんにちはにキラキラのパワーが一緒にこう来てるみたいな感じもすごいあったりします。なんか最近ね、そういうことをすごい敏感に思ったり、今までも思ってたのかもしれないんですけど、多分自分のことで一生懸命だったり、自分がどうあるべきなのかって、何かに特化してないと自分はいけないんじゃないかとか、いろんな悩む時期もありましたけれども、今年はそのミセスジャパンというのに出会って、やっぱり自分の嫌なところも受け入れつつ、でもそこを乗り越えていろんなことを学ばせていただいて、まだまだ太い幹にはなってないかもしれないですけど、私なりには成長本当にできたこの2018年の前半だったなというふうに思っております。もうまともな話すると笑いが出てくるのでね、そろそろね CM 行きたいと思います。それでは CM どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくために、こちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。皆さんお帰りなさいませ。今日も顔の小さい先週から小さい人ばかりであるから、もう千夏さんこれぐらいの話していいですかみたいな感じでございますけどね。美しいね、もう本当にこのままで黙って番組進めようかと思う、ね、早く喋りな、すいません、早く喋りますね、喋りますね、いきますね、よろしいですか。テロップも同じように出してください。いきます。ミセスジャパン2018大阪大会ファイナリスト、クラシックミセスの森重美奈子さん、はい、よろしくお願いします。ヤングミセスのあ、当てるじゃん、いきなり貼るからびっくりするよねヤングミセスのタイミキさんです。よろしくお願いします。それぞれ部門があるっていうね、あの1ヶ月前ぐらいから、まあ、アーカイブ遡っていただいたらもうね、うん、キラキラの人たちが出るのが3週連続あって、うん、でもミキさんね今回2回目です。あ、そうです。そうそう、前回は 赤のね、はい、お衣装で、今回ちょっとシックに来てみたらっつったら、いい感じでシックでね、部屋はガラガラでちょっと激しいですけどね感じになっております。いやー、みなこさん色白いね。白い。あ、はい、あのもともと色白なんです。いや、もともと色白なんです。言ってみたい言ってみたいって言って、そう、ね、そして色白はね、七難隠すって言ってね、うん、まあ、いやそれは取り柄でも逆にそれも運のうちだと私は思うんですよ。うん、全てが、でもそれを私が欲しいと思っても欲しれないよね。なるとなんか前半の話になって、やっぱり愛で満たされるっていいですねみたいな話になって違うよ、今日はそういう回じゃないよ。もうその話は置いといて、持ってくるのは自分だけど、置きますまたね、置きますみたいな感じになりますけど、そうね、もう前回、その前もね3週連続ね、ミセスジャパン2018大阪大会ファイナリストの皆様に出ていただいて、いろんな思いをねお話ししていただいたんですけども、やっぱりそのちょっと収録の時にね、やっぱお仕事の都合とかで
来れない方もいらっしゃったので、うん、また募集というかぜひ、ね、あの非日常を味わっていただきたいことが一つと、やっぱりその時の気持ちをなんかこう記録に残すというか、それってなんか結構いいのかなというふうに思って、うん、はい、もう完全なる無理くりですけど、ね、いやいや、とんでもない、ね、どうなってる、すげえここだけ拾ってたらびっくりするよね、さっきの感じになっております、ね、もう前回もこの質問はねちょっとさせていただいてたんですけど、まあそのミセスジャパンのね2018のねエントリーっていうのがまああったじゃない、エントリーしなかったらまあここにいないわけですよ、うん、エントリーのきっかけなんだったの、美奈子さん、はい、うんうん、私は本当にあの、浦塚恵美子さん、はいはい、あ、うん、というご指導いただいたね、そうです、うんうんうん、浦塚恵美子さんというね、うん、あの方から、うん、あのご連絡いただいたんですけど、うん、あの元々がその神道の会というですね、うんうんうん、あの八百万の神の、うん、会、あのそうなんだ、うん、っていうその、会がありましたね、はい、やはりこう神系だじゃあ、そうそう、だから神系、神系いるかもね、ね、うん、で、すごい派遣で今ちょっとなんかめっちゃ喜んでる内心、そう、それでね、うん、その浦塚さんから の、うん、あのお話だったから私すっと受けれた、うん、それはある、はい、誰から聞くかとかね、うん、はい、私、うん、もうなんていうかな、あまりそのバッとこう綺麗に捨ててるっていうのが、うんうんうん、あんまりこう最近はですね、うん、なんかこう若干抵抗あるような気もしてたところがあって、うんうん、でもその内面的な部分っていうのをね、うんうん、あの表現するというところとかね、うんうん、そうね、うん、なんかそう浦塚さんからお話聞いて、はあ、じゃあ私でもねいいんであればやってみようかなっていう感じで、うん、はい、エントリー、スタートはそうだったんだ、はい、私すっごい美奈子さん覚えてるんですよ、うん、その2月ね2018年2月10日の初回のレッスンの時に、レッスンが終わってからなんか写真のねなんかプロフィール用撮りますみたいな感じ で1番だったの撮ってらっしゃったの、そうだ、私多分2番だったんですよ、そうそう、うわこの人絶対バレエやってたんじゃない昔と思って、やってました、はい、もう立ち方から足のこれ、うん、あの絶対やってたわと思いながら、多分、ね、会話ちょっとお話するあれは多分すぐ入れ替わりで私撮ったから、はい、ちょっとお話することなくもうその日は終わったんだけど、いや絶対バレエやってたわって、その前にさウォーキングのレッスンとかあってもやっぱり昔やってたことってちょっとね、そう、あのちょっとバレエの歩き方とウォーキングって違うんですけど、やっぱりバレエってこう伸ばして見せるみたいな、うん、そうそうそう、足のね多分しなやかさがあるから、あの分かっちゃいるけど体が覚えちゃってるみたいなね、そうなんですよ、で手出すのもすごい綺麗な、こうなんかなんかここがね肩がねやっぱりダンサーっていうかねバレリーナさんってこう肩上げないじゃない、うん、こう下げてこうやるから、うん、なんか下げて、あ、絶対この人バレエやってる人だと思いながら見てたっていうね、でも美しいですやっぱりね、バレエやった方やったのやっぱり特徴があるよね、姿勢って、うん、ねえ、だって伸ばしてなんぼですもん ね肩下げなさいみたいな、そう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 、あ、私あんまり分かんないですけど、肩下げなできないよね、姿勢だと上がるじゃん、首長くして、ね、下げなさいでどういうこと、でも同じ人間だけどできるのねみたいな感じ、なるほど、エントリーがね、そのように浦塚さん、浦塚恵美子さん、いつもどっちか悩みながらね、はい、でも下の名前でしか呼ばないからいっかとか思いながら感じでしたけど、行けますかいきなりね、びっくりするよね誰やねんいいんです、あの世界ですけど今一人に向けてあのメッセージを送りましたというところになりますけど、いやいや、ミキさんも前も聞いたのよ、聞いたけど、もう一回言ってこい、そうですね、うん、本人を目の前に、あらでもね、これね、あ、やだ、もうまたせんべい食べておばちゃんみたいになっちゃったやだ、先週もこのおばちゃんたまに出たんですけど、このおばちゃん何かってちょっといきなり出るかもね、あのワイドショーを家でなんかこう何こう食卓4人掛けの食卓か、冬だったらみかんがあるこたつの中で食べながらこうお茶があって、かってえなこのせんべいって言いながらそうやねんかなんか言ってる人がたまに出だしたんですよ、前回からはちょっとびっくりしちゃう、違う人格かそれかみたいな、もっとエレガントな人がよかったけど、エレガンスマダムだけにね、エレガントな人全く出てこないみたいな感じになってますけど、このミキさんの話これすごいね、これが完全なる引き寄せだと思います、うん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 、ぜひよろしくお願いします、はい、うん、たまたま一緒にお仕事してるお友達と、うん、そろそろなんか沙織さんから、うん、梶原沙織さんっていう、そうそう、ウォーキングの先生で出てらっしゃった、はい、レッスンに行ってたんだっけ、一回だけ行ったんですけど、そこから全然お会いしてなかったんですけど、うんうん、
あのそろそろなんかお誘い欲しいよねって、うん、なんかふっと浮かんだんだ、はい、そういう話になった、はい、うんうん、で、うん、30分後に携帯を見たら、うん、沙織さんから、うん、ミセスジャパンっていうのあるけど出るっていう、うん、これすごくない、うん、そんなことあるっていうぐらいなんかもうキャッチしてたって感じ。だから多分沙織さんがミキさんたちのこう顔を浮かべた時に、うんうん、多分ピピピピピピピって言ってもうその話をしちゃったみたいな、うん、ぐらいにしか思えないよね、うん、何回この話聞いても、あ、まあ、何回も見てるからさ何回も聞いてんだけどアーカイブね、ごめんなさい、ここでは初めてですけどね。でもう一つ言ってもいいですか。何今日ここに出る話、うんうん、あ違う、もう一つの千夏さんからのお誘いの前、うんうん、それも30分前ぐらいに、うん、そろそろ千夏さんとお近づきになりたいなって思ってたら来た、お誘いが来た。すごいね、すごいね、もう先にあれじゃない、アンテナ拾っちゃうんじゃない。そうなんです、多分そうだと思う。つながってるね、つながってるってことだと思う、ね、そろそろって思ったもうちょっと話変えて宇宙の話していいですか。ダメ OK ちょっと次回宇宙の回設けようか。あの結構みんなあの分からない、サムエとかなんか朝の服とか着てるかもしれませんけどでもエレガンスマダム千夏の部屋みたいな特別編、特別編が地球に戻ろうみたいなね、そういうのもしたいわね。重いな、重いながら、ね、面白い、本当なんですよ、嬉しい。すごい、まあ、でも誘ったのが沙織さん来るよっつって、沙織さん不安だよね柏木沙織さん来るよっつって、それはそれはもうで見なきゃいけないよって、これは酒井のメンバーじゃないですか。そうね、酒井メンバーですよね。酒井盛り上げないと、あ、そうなんだと思って、私は分からないからあ、そうなんだと思って、私ってすごいみたいなね、そう思いながらね、やったところもあったんですけど、まあでもこれもなんか流れがね、できてたのかなというふうに思っております。そしてそれから、まあ、お誘いが来てエントリー、はい、でもそれでもう、うん、エントリーしようと思った、それともちょっと様子見てからとか感じだった。いや、これはしなくてはって、あ、そういう感覚、うんうん、なるほどね、必死でエントリーしました、そうそうそう、あのだからね、投稿を見てて面白かったの、うん、あのいつも沙織さん、それが悪いんじゃないの、可愛いの、今日一緒にまたレッスンしてもらって撮りましたっつって1回目のポージングと3回目の今日と確実にね、上達してんだよねあれは超わかりやすい、沙織さんの、うん、あのプロデュースしてくれたものです、うんうん、作品です。涙が出る、代わりに私が泣いときますでももうこんな嬉しい言葉はないと思いますね、沙織さん見てるかなね、本当に顔が大きくても下がったかもね、今画面からねあのたまにね、すごい顔だけ抜かれるんです、私の番組、あの画面に私の顔だけいっぱいになる時があるんです、場合によって。おなので今日は今回ちょっとどこが抜かれるか分かんないんですけど、すいませんね、皆さんの顔隠してしまいます、私の顔で先に謝っておこうと思いますよろしくお願いいたします。まあ皆さんね、エントリーってさまざまなんですけど、多分もう間もなくしたら多分ね、ミセスジャパン2019、うん、まあ、来年の、ね、エントリーも、ね、募集が始まるかと思うので、うん、まあ、それも踏まえながら、ね、皆さんはどうだったかというお話を、ね、お伝えできればなというふうに思っております、まあ、皆さんきっかけそれぞれなんです。私はその島田優子さんという方がいらっしゃって、まあ、で出てみませんかっていうか、なんかありますよみたいな、うん、で、まあ、説明会が1月にあったじゃない2018年いた、はい、知らないその時知らないもん、どこに座ってたかも知らないぐらいで、うん、緊張したのをすごい覚えてる、あれに行くのに、うん、なんかもう構えるっていう言い方、うん、はいはい、でその時に、まあ、代表の吉永恵梨香さんにお話があった、この人頭いい人だなとか、まあ、そのどういう目的でやってるっていうことにすごく共感をして、ああチャレンジしてみようかなっていうふうに私はまあ思ったっていう形になります。はい、そしていろいろ公式トレーニングありましたね、うん、あの発声というかね、自分の名前を言うとか、自分の思いを30秒で語るとか、いろいろあったじゃないですか、うん、初めはみんなもう文字数が多い多いの、まあね、そんな言えないから本当に。でもなんかでもさ実際久しぶりに自分がどうかなって向き合って、うん、書いてみるって どんな感じでした？ね、本当ね、自分をそうなんていうかな、30秒スピーチで自分をどう皆さんに、
表現するか伝えるかっていうのは本当にやっぱりすごく悩みましたし、うんうん、もうぐる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 もうずっと考えてずっと考えて、うん、変えちゃ消しね、うん、ここは歯がいいのか荷がいいのかとか、うん、逆にそんなここまで聞いてないかもしれないけど、うん、なんか自分の思いってなんか正確に伝えたいんだなって、うん、そうですよ ね、 ねでまた自分って 何なんだってこう突き詰めていくと、うん、案外ねなんかそうそうそうどんどん探求入っていてすごく良かったです、ね、そうだよね、はい、いろんな歴史も分かるしね、うん、だから自分が何を言いたいんだっていうのが明確になるよね。そうですよね。やっぱりお仕事のこと言われる方もいるし、うん、自分の過去のことを言われる方もいるし、うん、まあ、未来のことも言われる方もいるし、うん、まあ、それぞれだったんです。ミキさんどうだった、うん、書き上げるときとか。あ、書き上げるとき、うん、毎日書き直してました。あ、そう、うん、なんかもう書いても書いても書いても書いてなんか一冊ノートができるぐらいな。わあ、すごい、うん、そういうこともできますね。ね、ポエム的な。しまいにはもう実習出版でね、本ね、本はちょっと紙ベースは高いんで電子書籍になってるかもしれませんけど、まあ、それも夢じゃないよね。そうです、自分でできる自助で、ね、うん、すごいね。私もそうで、うん、私がなんか思ってたのは、あの絶対いっぱい書いても書いてもまず言えない、そうっていうことだけ思って、ね、うん、意外に少ないかなっていうぐらいがちょうどいいのかもっていう、うん、何を言おうじゃなくて、うん、30秒に収まるのはどうかっていうことを考えたなというふうに思う、うん、それなんか石間さん素晴らしかったですよ。いや、あれ何、いやもう本当あれ何がすごいね、うん、手広げたんですよ途中で、うん、もうのれんがのれんがもうのれんが、すいません、もうそういう話もあります私の話はいいけども言わせてみたいなね、のれんがすごかったっていうね、何だったとかね、もうまあまあ楽しかったですけどね、うん、まあそういう形で、でもまあそして当日を迎えたじゃないですか、4月の2018年4月の8日ね、8日が当日でした。で本番はあの夜というか18時とかからだったんだけど、お昼からみんな入ってさ、うん、まあ、リハーサルとかヘアメイクとかしてもらっていて、うん、どうだった？なんかだんだんこう、あ、本番。そうですよね、うん、最初のリハーサルの時が一番緊張したかな、うん、最初リハーサルで歩く時、あ、ウォーキング会場のレッドカーペットが引いてあってね、うん、はい、あ、こんな感じなんやと思って、うん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 、あ、なんかもうすごいってお姫様みたいなね、うんうんうん、なんか分かる分かる、でもテンションも上がるしね、はい、本当、うん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 、素敵ってね、みんな言って、もう女子会でしたもんね、女子会でしたね、本当だよ、もう本当ね、うん、でも楽しかった、やっぱそんな感じのイメージ、はい、そしてあれ何、まあ、本番を迎えるにあたって初めはなんかね黒いワンピースなんですよ、うんうん、あのクラシックのね、はい、黒いワンピースで出たじゃない、はい、どうだった、なんかみんなで整列してある程度もお客様のところにみんなできた形で一人ずつエントリーナンバー呼ばれて出ていったじゃない、はいはい、ねえねえねえ、はいはい、もうなんかね気抜けないじゃん、うん、なんかもう次出るんだんじゃないから、うん、もう常にお客様の前だから、うん、エントリー番号早い方は結構早めに出て、まあ、前も前でね、うん、待ってる方も大変だけど、まあ、ま、早く終わりますもんね、まあ、後ろは後ろでまたね、うん、もうなんか前見たいけど列崩すといけないしとかさでもなんかそういうなんかちょっと面白いこと考えてないと、うん、なんかもうやってられない、私の中じゃ、私の中じゃもう漫才師がたくさんいるみたいな感じでどうやねんとかいうなんか突っ込みながらのでも顔はちょっと自分なりにはスッとしてるみたいなまあエントリーナンバー呼ばれたじゃん、え、何番だったっけ、はい、私4番です。エントリーナンバー4番、え、まあ、どこどこ在住みたいななってね、うん、はい、森重美奈子です出て、はい、もうなんかお覚えてる、なんかもう夢見心地でなんか自分のはすぐ終わった感じだったんです、うん、そうですね、一瞬一瞬一瞬で終わって、でその後のこうポージングであの自分が行って、ね、笑顔していたんだけどビー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 って引きつってきてやっぱりそうみんなそれ言うビーって引きつってきながらみんなに見られる、分かれへんかなって、分からないやろ、でも意外に分からないよね、ピクピクピクってなって、でも分かる分かるもうなんかさ前歯も乾くよね本当にね本当そうなの、はい、鼻呼吸してるはずなのに口呼吸してんじゃないかっていうぐらい、ね、うんうん、でもなんかまあいい意味の何テンションも上がるしね、なかなかないないよね、はい、でそう並んでね名前呼ばれて前に行ったらその一つのグループが終わるまでみんな
自分の決められた場所でずっと待ってるんです、うんうん、そしてまたお一人ずつエントリーナンバー言われて出るんだけど、結構長いよね。長かった。ちょっと足痛い、ね、足痛かった、ね、いやでもみんなすごいよね。みんなこんなしてやっぱりその公式トレーニングの成果が出てる。常に笑顔をちゃんとするっていうことと、こうなんかポーズをねするっていうね、選手の梶原沙織さんから教わって、お客様の方に手はこう向けるっていうね、ちょっと上でね、上でね、まあミセスジャパン方式はこうみたいなんです。いろいろまあそのねミセスコンでも違うみたいなんですけどね、お客様の方に向けるっていうなんかそういうのがではもう。それでなんかその自分の名前をさ言うのがあったじゃない、ワンピースで、はい、私結構階段ちょっと登ってたチームなんですよ、うん、一番下じゃなくて、もうね何があってね、もうまたそこですごい笑い考えてて、ここでこけたらどうなんかなとか、もうねでもこけないことを祈りながらだったけど、やっぱああいう時の階段ってそんなすごい段差ないけど結構緊張するもんですね、降りる時に。なんかどうしていいのかなとか思いながらだったり、もう、いや、千夏さんそんな緊張すると思う聞いたみんな、もうせんべい食べてるおばさんだけじゃないからやるときやるのよ。いや、ほんと素晴らしかった、千夏さん今日は私の会じゃないのよ、そう、2人の会だからねもう本当にありがとう、もう十分愛で満たされてキラキラなってきたわ感じになっておりますけど、でミキさんどうだった、ヤングチームは白じゃない、白だったじゃない、もうでもミキさんのあの何、白のチューブトップにあの超ボディコンスカート、そう、もう練習の時からね、うん、レッスンの時からもうすっげー、もうぶち込んでくる、そう、そんな感じなんですか。でもなんでかそのぶち込んでくるっていう言葉はちょっとね、あの言い方は悪かったですけど、なんていうの、あ、似合ってんの、そうそう、なかなかあれ着こなせないよ、うん、本当に本当に、うん、本当に、ね、お仕事仲間に選んでもらって、やっぱりよく知ってらっしゃるなと思う、その方が、いいところが全部出てる、本当に初めてああいうの来ましたね、本当一昔前はね、マハラジャってあったんですよ、ヤングチーム知ってるやつ、まあ、私はああいうね時にはね、みんな来てたりしたのよそうですよ ね、はい、ああいうね、もう原色の黄色とかね、蛍光ピンクとか、今どうなっ、めっちゃ来てます。千夏さんは、千夏さんも見てた、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 若ぶってるわけじゃなくて、お立ち台なんかそういうところに行くのが恥ずかしかった、行きたいくせに、本当にくせに、そう、今の私だったら全然誰よりも一人で行くわっていう感じだけど、その時はまだこうなんかどうなんかなって、人って変わるのよ、そんな千夏さんも見たんですか、行ったのよ、もう今せんべい食べるぐらいの本当よねって言ってるぐらいになっちゃったけど本当にそういうこともあった、でもすごい楽しかっただろうなと思って、やりたいことはやるべきだなと思った、本当にそう思います、ね、そしてあれでコールして、うん、名前、エントリーナンバー何番だっけ、忘れちゃったね、この間も何だったっけって話、多分3番だったと、タイン、ミキとか言われてウォーキングしていくじゃん、で両サイドにお客様がいらっしゃるわけですよ、普通の会場みたいにこう一列のお客様がいて出てくるんじゃなくて、大阪大学の両サイドのお客さんがいて、こう歩きながらこっちに向いてポージングして、反対の方に向いてポージングしてっていう感じだったから、本当にお客さんがね まあ、これぐらいの感覚ぐらい近かったですね、そう近かった、ね、だからなおさらみんなここが見られてんじゃないか、そう近いから、ね、ここってなってんじゃないかみたいな感じだったけどね、でもどうでした、本番、うん、あっという間ですね、これみんな言うことだね、もっとやってたかったです、なんかね、余韻も何よりもまだ出たかったねって感じ、やだもう24分過ぎた、 CM 行かないとあの反省文なるかちょっと CM 行くわなじゃあ CM どうぞ。エレガンスマダム千夏の部屋でございます、こっちか、わぁマハラジャみたいなのれんが動くみたいな感じになりますけど、いややばいな、もうこう漢字の話しないで終わっちゃうわみたいな感じになっておりますけれども、まあ大会が終わられまして、もう今日がねちょっと収録日はだいぶ
5、6、7、もう3ヶ月ぐらいは経っちゃってるんですけど、今話しながらいろいろ蘇ってね来たなっていう感じになりますけど、大会後なんか変化ありましたか、美奈子さん、ご自分の気持ちとか。もうね、うん、大会後というか、その一番最初に説明会に行かせていただいた時に、実は勝木さんってご存知ですか。はいはいはい、勝木、ここでも番組持ってらっしゃいます。勝木さんが同じテーブルにいてたんですよ。で最初こう面識なかったんですけども、勝木さんの今の師匠 の、 あのお話を聞いて、私の昔の師匠なんですね。つながってたんだ、そうなんです。すごい。で実はその昔の師匠のことは私ずっと、頭にあって、久しぶりに会いたいなって思ってたんですよね。そしたらその勝木さんが目の前に来て、師匠が出てきて、そして師匠とまた LINE が再つながって、すごいね、それからねお会いしてね、またこうは、そういうこともあったりね、もちろんこの皆さんとのつながりっていうのも、そのいただけて、こういうこう何ママで、ね、そうね、ミセスだからね、こう頑張るぞっていうね、人たちとつながれたことが一番、はい、良かったです。すごい出会いがありました、ね、いろんな意味で、ね、はい、美樹さんどうでしたか。お誘いしてくださったの、沙織さんが言われてたのが、出会う人が変わるって言われてたんですけど、本当に変わって、去年、うちのサロンでビキニ撮影会っていうのをやってるんですけれども、はい、去年周りにいた人たちっていうのは、いやいやビキニなんてっていう人たちばっかりだったのが、このミセスをきっかけに、ビキニ着たいとか、ビキニ着るために頑張るとか、なんかそういう方たちに出会えたのが、ね、本当に変わるんだなと思いました。でもみんなだから絶対進化していってるんですね。必要な人と多分出会っているのかなって思います。でぜひ番組を見てる皆さんもね、私なんてと思ってなくて、マハラちゃんに言っときゃよかったって私も思ったぐらいですからぜひよかったらここですねミセスジャパン大阪、もしくはミセスジャパンのホームページでね、ちょっと詳細の方まだ説明会とかもございますのでぜひよろしければ説明会だけでも来ていただいて、まあ皆さんとね交流していただくだけでも何か違うのかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。本日はミセスジャパン2018大阪大会ファイナリストのお二人にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。